おはようございます。2月14日日曜日朝の7時50分です。金曜日に神奈川県愛川町で積んだエアコン、大型エアコン、台数は少ないです。はい、9時30分降伏区完了しました。一台一台がちょっと重たいんで2人で持ち上げて台車乗っけてっていう感じで、大型のエアコンだったんで、ちょっとね入れ込んでから人が戻ってくるまで時間が あったんで、それで時間かかりました。はい、今日は終わりです。会社戻ります。おはようございます。2月15日朝の5時35分です。今日は先週横浜都筑区で積んだ荷物を浜松市に持ってきます。浜松は9時半おろしです。まあ、全部段ボール箱みたいなもんだけど76個全部精密機械で1個あたりが結構重たいんで、ちょっと汗かきそうな感じです。気をつけていきたいと思います。お疲れ様です。8時30分、東名下り遠州豊田パーキング、はい、あと20キロぐらい。雨でね、降ろすとき濡れると嫌だな。降ろした後は決まっておりました。降ろした後は藤枝市から明日着の野田市、お疲れ様です。11時ちょうどです。浜松市完了しました。降ろした場所は、まあ、屋根付き倉庫の中にトラック入れて降ろしたので濡れなかったんですけど、それ以外は濡れましたね。すごい大ぶり。次は、藤枝市で積みます。移動します。
はい、お疲れ様です。午後1時50分藤枝市つみかんです。まあ、機械みたいなものが3台と小物が4つぐらいということで、これが明日千葉県野田市です。とりあえず1号バイパスで帰ります。揚げなす、味噌汁、はい、お疲れ様です。4時46分藤枝からずっと1号線と246で行きました。で、大井松田から乗って今中井パーキングです。ちょっと休憩して味噌汁をいただきます。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。